すいません、じゃあ INTP さん、はい、で INTP さんの転職というところで、じゃあまずはじめに INTP とは、はい、完全無欠を求める人、うん、独創的に問題を解決する人、うん、戦略家とありますね、うん、物事の本質を見極め難しい概念について考えたい、うん、控えめで挑戦としている、分析的批判的論理的、うん、もう今二等兵のことを批判したいでしょうね時間を何だと捉えているかと、うん、時間の概念について述べようと。まあでも多分そこじゃない気はしますよね。その理屈は間違ってるあ、じゃあ INTP さんがもしかその、はい、ドライブマイカーを見て、うんうん、ハルキを読んでいるのなら、うん、お話をしたいです、はいはい、あ、ごめんなさい途中で。で、難問を解決したい、はい、人と接するより複雑な問題について考えていたい、うん、物事の全体像を見る能力がある、自信満々、はい、向上心、知識欲旺盛とありますね、うん、だと多分ね、はい、もうその知識をつく旺盛なら、うん、そんな人にはね、もうチェーホフはね、うん、社会人として必要な教養ですよ、うんだって今日見たこの浜口竜介さんの寝ても覚めてもでも、はい、なんかねさらっとチェーホフが出てくるんですよ、はい、演劇をやってるっていう女の子が、うん、なんか遊びに来た子にね、うん、その私がやってる演劇を見せるみたいなのが、うんチェーホフを演じてるんですね、うん、そうすると見てた男の子が批判しだすんですよ、うんはい、こんなのはチェーホフじゃないみたいな、うん、でもみんながチェーホフについて話し合ってるみたいな、うんうん、チェーホフって知ってます？名前は知ってます。そうなんですよ、はい、それだけですよ、はい、チェーホフの4大悲劇を述べよ、うん、述べれないですよはい。そうなんです、うん、でも多分 INTP さんなら知ってて当然なんでしょうね。方向性の違いはありますからね。 ありそうですね確かに、うん、それってなんか数式とどっちが大切なのみたいなことを言うかもしれないです。あ、どうなんでしょうね理系なんですかね皆さん。いや、じゃあ理系の人は多分理系の話をするわけじゃないですか。でも三角関数理系を読む理系とチェーホフは近いかもしれないですよね。でもどう近いんですか。わかんない。 INTP の人から見ると、あ、だからそこで、はい、文系の人はそっち側に行くかもしれないけど、はい、理系の人はひたすら数式に行くかもしれないじゃないですかっていう話です、はいはい、で INTP さんの仕事に関する、うん、いや今日は転職なのでね、はい、仕事に関する長所と短所、うん、これまでのやり方にこだわらず、うん、革新的な方法を考え出したいという強い熱意を持ち、うん、新たな可能性を探そうとする、うん、ごめんなさいね、僕そうするとあれですね、これを読むとなんかこれまでのやり方にこだわっちゃダメなのかよが僕はどうしても出てきちゃうんですけどこだわって抑えますね。そっちがって話ですよね。ん？これまでのこだわりやり方にこだわってるんですか。あのね、うん、簡単になるならそっちでいいですが、うん、僕だったら、うん、これまでのやり方があります、うん、だったらもうこれでいいじゃん、うん、もう考えなくていいよ、つまんないじゃん、そっちの方が早いからさ、つまんないじゃんみたいな、あってなるのが僕です、はい、ただ考えました、うん、こっちの方が早いですよ、うん、なら、あ、じゃあそれの方がいいじゃん、うん、にはなります、うん、はい、ごめんなさいね、非常に複雑な問題や抽象的な考え方を理解できる、うん、創造的に問題を解決する才能がある、はい、このなんかいちいち創造的にってつけられるのがもうなんかカチンときますよねごめんなさいねこれ、あ、これ今本に切れてるだけです。はい、はい、進めましょう進めましょう、はい、自立しており一人で仕事ができる、うん、リスクを恐れず新たなことに挑戦し障害を克服していく気概がある、うん、知的好奇心が旺盛で必要な情報を収集する技術がある、多くな情報をまとめ整理する才能がある、たとえストレスを感じても事態を論理的に分析できる、分析しただけやないかごめんなさいね今、うん、言わずに折れなかった大きな自信と知識を常に吸収したいという向上心がある、うん、客観的個人的な感情を交えずに問題に取り組める、うん、自分のアイディアや
見解に自信がある。物事の全体像を見ることができる。他人の行動の裏に隠された意味を考えたり、行間を読み取ったりする力がある。順応性、手法を変え、素早く進行方向を変えられるとあります。はい、まあちょっとなんか僕も我慢できずにちゃちゃ入れちゃいましたけど、多分この辺ですよね。この辺というと、要は問題を分析できる。まあ分析はしたねと。そっからだなんですよ。勝負はそっからだ。解決してみろなんですよ。問題を解決してみせようなんですよ。問題は常に人間関係でできている。解決してみよう。じゃあ短所を言います。はい。整理整頓が行き届かず乱雑になりがち。自信過剰、自分の能力や経験を大げさに説明する時がある。想像力に欠ける人や、テンポの悪い人にイライラしがち。昔ながらの決まりきった方法を取るのを嫌う。一旦問題が解決されるとプロジェクトそのものに対する興味を失う。複雑な考え方を簡潔に分かりやすく表現するのが苦手。論理的な問題に夢中になりすぎ、現実に目を向けられない傾向がある。重要なデータを処理したり、細かい作業を最後までやり遂げたりするのが苦手。ルーチンワークを嫌う。体制が出来上がった組織で硬直したものの考え方をする人たちと働くことに我慢ができない。とあって、はい、あ、ごめんなさい、出てきませんでしたね。何がですか？いや、僕が思ったのは、要は分析はしたと、問題はこういう風だ、でも求められるのは解決じゃないですか。問題解決能力がないわけではない。あ、で、要はただそこはコミュニケーションが伴ってくる、っていうので、多分その辺なんだろうなと思ったんです、長所としては。はい、あ、短所、たあ短所としては、でもなんかそれがあまりそこじゃない、端的に出てこなかったので、ただ、まあそのなんかこう嫌う感じじゃないですか。自分の能力をちょっと大きく言い、テンポが遅い人にイライラし、簡潔に分かりやすく表現せず、こちら側の感情にね、寄り添うような感じじゃないんだろうなっていう、まあ多分そういう感じですよ。これってこういう風にやれば解決するよねって、しないってなるんですよね。それやらないからだろって、押せよってなるんじゃないですか。こっちはこっちでやるしっていう、はい、とこですよ。はい、皆さん、やれば解決するのになって言っても関係ないみたいな、ごめんなさい、今日はねそういう回じゃなかった、はい、はい、ごめんなさいね。今日はこんな、はい、INTP さんの転職、ただまあこの我々の動画でもよくこの INTP さんと感情タイプとの恋愛の話とか、その実際にこの INTP の方々に出ていただいて、っていう動画もたくさん撮っており、特にまあ女性は何て言うんだろう、ちょっと社会的な部分が男性と比べて発達するので、そのうまくできるっていう傾向はあるんですが、より男性だとどうなんでしょうね、INTP の男性は。まあ、分かんないですけど、その男性も女性もあるんですかねとか思いますけどね。ただそのなんか、まあ、求められるもの、男性と女性で求められるからやってるのであれば、まあ、はい、まあ、男性もできるって話じゃないですか、求められれば。あ、というと、まあ、まだその日本にも、その求められないだけ、女性にそういう女性的なものを求めてるっていう側面があるっていうことですね。なるほど、まあそれは得な部分と、女性にとってはイラッとする部分はあるんでしょうね、はい、っていうと僕はまあお茶組やりますけどね、会社で、男でですがって言いながら、はい、男でですいませんって言いながら、こんな、今日そこがあれですよね、多分女性がっていうところじゃないですかっていう発想だから、男でですが、あー、なるほどね、はい、男でごめんねっていう意味ですよね。そうです、可愛い女の子じゃなくて、僕が触っててごめんねっていう意味で、そこはまあ女性がやるべきだみたいな、あーとね、僕は違うんですよ。僕が思うのは、お客さんに対して、あ、まあ、僕の手の方が僕手が汚くてごめんねの意味です、でも実際汚くはないですもんね。でも実際部活の匂い、物質の匂いはするわけですよ夏とかは、はい、はい、女子っていい匂いじゃないですか。それいい匂い
いい匂いつけてるんじゃないですか。わかんないですけど。すいません。というところで、はい、INTP の向いている仕事としては、うん、まず一番初めに出てくるのがコンピューター、テクノロジーが出てきます。うんうん、確かに初めてのケースです。はい。はい、この分野では、うん、INTP 型が最も得意とする作業ができると、うん、問題を分析し、うん、革新的な解決策を提案できるのだ、うん、そしてまた複雑なシステムを理解しエラーや欠陥を見つけることができる。 INTP 型には全体像を見る力がある上、うん、その製品やサービス、システムなどが産業界全体の中で、うん、もしくは会社、社会の中でどういった地位を占めているのか、うまく適用できるのかといったことを分析する力がある、うん、またその作業を進める上でより効率的な方法を新たに生み出すのを好む、うん、でしょうね。多分そんな業界だったらね、まあなんかシステム作るところはいいですよ、はい、多分僕はもう逆らいませんよそんなところだったら、うん、さっきみたいな生意気な態度は取りませんよ、うん、はい、で例えばソフトウェア、デザイナー、うん、コンピュータプログラマー、うん、研究開発の専門家、ネットワークシステム、うん、データコミュニケーションのアナリスト、システムアドミニストレーター、うん、ファイナンシャルアドバイザー、経営コンサルタントなどなど書いてあります、うんうんうん、はい、だから分析が得意な感じですよね。そうですね、うん、分析が求められる仕事、はい、ビジネスアナリストとか、うん、ソフトウェア開発者などと書いてありますね、うん、はい、はい、であとは健康医療テクノロジーとあって、医療や科学テクノロジーの分野では、うん、INTP 型の優れた推測力と技術を要する機器を手際よく扱える能力等を発揮できると、うん、神経学、うん、形成外科、バイオメディカル、薬理学などの分野は急速に成長を遂げており、革新的かつ最先端の技術を必要とするため、うん、INTP 型は大いに関心を持つ、うん、そしてまたある程度の危険を犯す度量も求められるため、うん、INTP 型に向いている、うん、とあって、うん、まあ神経医とか、うん、医療関係ですね、うんうん、あと薬学、うん、薬剤師、うん、まあ、科学者、バイオメディカル分野のエンジニア、うん、獣医、あとはまあその遺伝学とか生物学者みたいなことが書いてあります、うんうん、まあ、そういうとこだとまあ独壇場なんでしょうね、まあ、なんか新しい機械が入ったからこれで手術してみてって言われるわけですよね、はい、とか、まあ、あとはその流行り病が来たと、はい、うん、これは危急存亡の時やと、うん、でもその治験ができないと、うんうんうん、みたいな時に、うん、なかなかこのチャレンジマインドがないと、うんうん、あと先を見通してとか、うんうん、っていう時ですよね多分、うん、であとは、専門職、ビジネスとあって、うん、知的専門職の分野もまた複雑な問題を分析したり解決したりする機会があるので INTP 型はやりがいを覚えると、うん、建築士や心理学者など創造性を発揮できる仕事も INTP 型にとっては魅力的だ。物事の全体像を見たり将来性を予測したりするのも得意なので、うん、経済学や金融の分野でも活躍すると、うん、なのでまあファイナンシャルアナリスト、うん、建築士とか弁護士、ベンチャーキャピタリスト、ビジネスアナリスト、うん、企画部門、管理部門、経済学者、心理学者、うん、などあとマーケットや製品の開発者、うん、投資銀行などと書いてありますね、うん、あとは学術、学術の刺激のある世界は INTP が楽しめる分野だ、うん、常に何かを探求し新たな方法を模索するところが性に合っている、うん、内容の難しい授業を熱意ある学生に向けて行いたいと思っているので、うん、教育の分野では大学教授が向いている、うん、とあってですね、まあ一、うん、人でコツコツと研究できる仕事、INTP 型は好む、うん、とあってですね、数学者、考古学者、うん、歴史学者、哲学者、専門学校の教師、うん、研究者、まあ、大学教授、うん、通訳などと書いてありますね。はい、であとはクリエイティブとあって、うん、INTP 型にとっては独創的なものを新たに作り出せるところがこの分野の魅力的なところだ、うん、INTP 型は
さまざまな人たちと多様な手段を駆使してものを作っていく過程を好む、うん、創作に取り組んでいるときはできれば一人で働きたいし、さもなければ刺激を与えてくれる有能な少人数のグループの一員でありたいと、うん、一員でいたいと、うん、で、まあ、写真家、クリエイティブライター、画家、エンターテイナー、ダンサー、グラフィックデザイナー、コラムニスト、うん、コメンテータープロデューサーディレクターとかって書いてありますね、うん、なるほど。この辺はクリエイティブな業界は、まあ、前に挙げた ENTP とか ESFP とかでも出てきましたが、まあ、あの関わり方とか進め方、作り方が違うんでしょうね、はい、まあ、こもって作りそうですよね、黙々と、もう黙々と、新海守さん、君の名は、はい、あれほぼ一人で、あの人はほぼ一人で作っていて、まあ、君の名は、あのジブリの人たちがたくさん入ってるみたいですけど、もともと新海守さんの見ました、なんとかの庭とか、はいはい、ことあの靴作るやつ、はいはいはい、見ました、全部見ましたけど、はいはい、あの、はい、あの辺は、ほぼ一人で作ってるって言いますもんね、あの世界観を、っていうと、まあ琴の葉の庭でしたっけ、あ、そうそうそう、そんなような、そんな感じ、はい、さすがに、あの営業とかは出てきませんでしたね、INTP さん、